アルファロメオ 8C2900A8C は、アルファロメオの1930年代の乗用車、レーシングカー、スポーツカーに用いられた名前である。8シートは8気筒を表し、直列8気筒エンジンを搭載していた。ビットリオヤーノの設計による8シートは、1931年から1939年まで、使用されたレース用エンジンで、 世界初のシングルシーターグランプリレーシングカー、T ポビーにも搭載された。その後1935年の 8C35、タイプ C、8C2900 バイトミレミリアロードスターやこのエンジンを2機搭載したビモトーレにも使用される。また同時に、同社の高級車にも搭載された。2004年、アルファロメオはこの名前を復活させ、V8 エンジン搭載のコンセプトカーび2007年の 生産者に 8C コンペティチオネと名付けた。1924年、ビットリオヤーノは初めての直列8気筒エンジンをアルファロメオ用に設計した。共通のクランクケースで鋼鉄をメッキしたに、気筒シリンダーブロックを4つまとめた 1987CC のエンジンを搭載した P には1925年の第1回のグランプリに優勝したが、 同じ8気筒ではあったが 8C とは名乗らなかった。8C2300 スパイダーコルサ 8C エンジンが初めて登場したのは1931年のミレミリアである。クランクケースは同じだが、シリンダーブロックは単造となり2つの4気筒をまとめた形となった。ボアストロークは 6C1750 と同じ65、88mm の2336。 CC である。シリンダーヘッドは、シリンダーブロックと一体になっており、ヘッドガスケットのトラブルを防止していたが、このために、バルブの整備性は悪化していた。中央にあるセントラルギアタワーが、カムシャフトやスーパーチャージャー、補給類を駆動していた。生産者には2種類の 8C エンジンが生産され、8C2300 と、ボアストロークが6800となり、 より高価で希少な 8C2900 が存在した。ティーポビーレーシングカーにメカニックの同情を認めなくなるようになり、アルファロミオはシングルシーターのレーシングカーを製作した。1931年に登場したティーポ A は6、気筒エンジンを2機狭い車シシーに何とか搭載した。結果、大変重く複雑な構造となってしまった。これを受けて、 ビットリオやーノは改良モデル T ポビーを1932年シーズンに登場させた。2665cc に拡大され、シングルからツインになったスーパーチャージャーのパワーもあり、T ポビーは圧倒的な強さでシーズンを席巻した。8C2900 バイトルンゴ当初アルファロメオは8、C エンジンの市販はしないとしていたが、1931年の秋よりルンゴ、 コルトと呼ぶ2種類のホイールベースを持つシャシーとのセットで1000ポンドからの発売を開始した。シャシーは複数のイタリアコーチビルダーから選択できた。それらの中にはザガート、カロッツエリアトゥーリング、カロッツエリアカスターニャ、ピニファリーナやブリアンザなどがあり、アルファロメオ時世も選択できた。中にはフィゴニなどのフランスやスイスのコーチビルダーによるボディも仮装された。また、 アルファロメオは顧客のための再下層も試しており、レーシングモデルの中にはロードモデルに再仮をされて販売されたものもあった。ありがとうございます。